はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。まずは結論から、冷やし、ボリンジャーバンド一目均衡表、上昇トレンド進行中、ストーキャスティックスは、買いシグナルが点灯ということで、冷やしベースでは、上目線と個人的には考えております。続きまして、短期トレード用の2時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストーキャスティックスは、強い売りシグナルが出ておりますので、2時間足ベースでは多少の調整も入るのかなと。 いう感じです。はい、それではですね。テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは日足のボリンジャーバンドストーキャスティックスはい、まずはボリンジャーバンド強い上昇トレンドの形状をしております。はい、ストーキャスティックス、綺麗な買いシグナルが出ております。はい、続きまして日足の一目金均衡表こちらもですね。まあ、強い上昇トレンドの形状をしております。 最後短期トレード用の2時間足です、はい、まずはボリンジャーバンド、こちらもです、ねはい、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線、鋭角に上昇、そんな中、ロウソク足といいますと、2シグマラインを超えてもう推移をしております、あのこちら注目ですね、もう下ひげしかありませんので、上昇圧力しかないというところです、その中、教えたケストキャスティックスは、枯りすぎな判断基準であります80、80%ラインを超えて推移をしておりまして、売りシグナルが点灯しております。 はい、えー、と本日のサポートレジスタンスですね、まずはサポートラインなんですけども、本日の安値レベル、93円の、まあ、21レベルということですね、で続きまして、レジスタンスラインなんですけども、いよいよ94円突破しておりますので、次のターゲットということで、節目の95円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日の予想レンジ、93円の2 1から95円ちょうどレベルということです。ポイントですね、7年ぶりの95円台へのカウントダウンということで、まあ、テクニカルの形状を考えますと、ですね強い上昇トレンドが進行しておりますので、まあ、95円台突入も時間の問題かなと、個人的には考えております本日は以上となります。